今回は大学別の年収に関する雑学をランキング形式でまとめてみたよ。ちなみに今回は30歳時点における国立大学の年収ランキングだよ。卒業生の30歳時点の平均年収が高い大学第10位は筑波大学586万円。同率9位、名古屋大学と横浜国立大学594万円。第8位、神戸大学601万円。第7位、防衛大学校603万円。第6位、東北大学604万円。第5位、大阪大学612万円。第4位、東京工業大学645万円。第3位、京都大学666万円。第2位、一橋大学707万円。第1位、東京大学761万円。ということで、今回は国立大学の卒業生の30歳時点における年収をランキング形式でまとめてみたよ。面白いと思ってくれた人はいいね、チャンネル登録よろしくなのだ。ではまたね。